俺を構えろ、樹！やっ！戦闘開始だ！行こうみんな！落ちろ！呪いの力、たまりにたまっているわよ。それよ！他の言い方はないの？言いたいわよ。そう、これがいいの。ついてきて。よろしく。もう一つおまけ。いいわね。私たちの勝ちね。ミラージュの気配。今の俺はミラージュマスターなんだ。走れライコー！翼、いつでも行けるわよ。ありがとうシーダ。それで弱点を攻めろ。いけるわ。いいね。全部なぎ倒すよ。ついてこられるわね。樹、お願い。任せた。まだまだ。全滅完了。みんなありがとう。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。てらっ！敵が現れたぞ。やるぞ、樹！ああ！準備 OK だよ。走れライコー！この日を逃すな。セッション行きます。お願い。繋いであげる。次！ナイスコンビネーション。全滅完了。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、準備 OK だよ。クロムみたいに。いいね。セッション行きます。どうぞ、エンゴ行くわ。どうもおりゃー。殲滅完了。お疲れみんな。近いぞ。楽勝だな。それよ。落ちろ。ここか。私から行くね。お願い。繋いであげる。いけるわね。まだまだ。殲滅完了。お疲れみんな。敵が現れたぞ。楽勝だな。それいけそうね。ちぎれろ。ここか。ライブスタート。つないで。任せろ。翼ちゃん。私だって。やった。私たちの勝ちだね。お疲れみんな。どうしてあいつらは私の前からいなくならないの？どうしてってそれは無理。ここのモンスターは無尽蔵に生成されるわ。それがこの世界の仕組みだもの。どうして私の心からいなくならないの？殺す必要なんてないと思います。え？樹の言う通りよ。そんなの当たり前じゃない。思いを殺したりなんてできない。簡単に殺せるようならそれは偽物。生きていく限り折り合いをつけていかなきゃいけないのよ。そりゃ着ぐるみの仕事やりましょう。やるわ。私着ぐるみの仕事受ける。私は可愛いものが好きだった自分から目を背けない。ちゃんと受け入れるわ。ほんと不器用。やっパフォーマーが集まるミラクルステージブルー、新しいレディアントスキル。パフォーマーこれでいいかな。それじゃあユニティするよ。駆け上がるわよスターダム。サーリャ。何？今回のこと感謝してる。ありがとう。かわいい。は？本当にかわいいわあなた。ねえ。思いは殺せないって言ったけれどあれ嘘なの？そう私が今研究している秘術を使えば、相手の心を縛って意のままに動くお人形にすることだってできるのよ。で今のあなた、とっても可愛いから、お人形にして手元に置いておこうかしら。お断りよ。冗談きついわ。それもそうね。私の言いなりになるあなたなんて、想像しただけでもおぞましいわ。失礼なやつ。それじゃあ行ってくるわ、サーリャ。ふふ行ってらっしゃい、キリア。今週から MC を担当するのは私、黒猫のクロエだよ。さあ、今週も巷にあふれるかわいいものをどんどん紹介していくよ。今週のかわいいはにゃんこ、これ道元ザウルスだにゃ。この道元ザウルス、お台場の大玉でやってるイベント、大玉王国で会えちゃうんだ。今日はこの大玉王国をもりもりチェックしていくよ。それじゃあ今日も張り切ってアブソリュートかわいいイエーイ。アブソリュートお疲れ様です、キリアさん。え？あ、いつき来てたの？お疲れ。で、そのどうかな、私の着ぐるみ姿。クロエっていうの。なかなか似合ってました。当たり前でしょ。これでも私プロのアーティストなんだから。そうですね。ねえいつき、私はもう変わることはないと思ってた。この変化はいい変化なんだよね。はい、そうだと思います。そうならよかった。